参考書はこっちの棚、ノートはこっち。よし、だいぶ片付けた。授業の課題やライブの準備でずっと後回しにしちゃってたけど、やっぱり部屋はきちんと片付けておかないと。よいしょっと。引き出しの中も結構ごちゃごちゃ。このファイル何を入れてたんだっけ。ん？あ、これは。せつなさーん、みなちゃん。こんにちは、久しぶりね。エイさん、リンさん。こんにちは。会いたかったにゃー。元気だった？はい、エリさんもリンさんもおかわりないようで。おかげさまで。みんなはまだ揃ってないみたいね。はい、あとは。遅くなってごめんね。マリさん、花丸ちゃん。お久しぶりです、マリさん、花丸さん。今日は来てくださってありがとうございます。お久しぶり。こっちこそ声をかけてもらえて嬉しかったわ。これで全員揃ったわね。でもびっくりしたにゃ。いきなり「スポーツアトラクションパークに行きませんか?」ってメッセが来るんだもん。すみません、無料入場券の使用期限が今日までだったもので、もっと早く気づいて連絡していれば他の皆さんも来られたかもしれないのに。 Don't worry! 大丈夫よ、今度またみんなで行きましょう。そうね、ほのかたちも何も気にしてないわよ。みんなによろしくねって言ってたわ。そうですか。次からは気をつけますね。スポーツアトラクションパークって運動をするところってことでいいの？楽しいところなのはなんとなくわかるんだけど。いろいろなスポーツを遊びながら体験できる大型娯楽施設。私も行くのは初めてだけど、すごく楽しいらしい。うわー！そんなところがあるなんて、やっぱり東京は未来ずらー。未来なのかしら。リンも行くの初めてだから楽しみだにゃ。遊べるスポーツ全部やってみたいにゃ。私も楽しみです。それでは皆さん早速行きましょう。うん。このスポーツアトラクションパークでは30種類のスポーツやゲームが時間無制限の遊び放題なんですよ。30種類も迷う。最初は何にするの？ドキドキ、ワクワク、スリリングなスポーツがいいわ。バンジージャンプとか。バンジーやりたいにゃ。嫌ずら、怖いずら。さすがにバンジージャンプができる設備はないみたいです。テニスなんてどうかしら。これからいろんなスポーツで遊ぶんだし、体を温めるためにも軽く打ち合ってみない？テニスなら怖くないずら。地に足ついてるしね。テニスも大好きにゃ。やりたい。ではテニスコートに行きましょう。はっ！あっ！
にゃー、どんな球でも打ち返します。にゃー。ゲームセットアンドマッチワンバイ切ない勇気虹ヶ崎。のスマッシュ絶対入ると思ったのに。打ち返せたのは奇跡です。あのスマッシュはまさしく号泣。リンさんのスポーツに対する情熱と覚悟が込められた重く純粋な一球でした。刹那さん、でもやっぱり悔しいにゃ。もう一回やりたいにゃ。すごい試合だったつら。試合っていうか、もはや戦い。体を温めどころか燃え尽きそうなくらい白熱したわね。まあ無理もないかしら。スポーツって大抵勝敗を競うものだものね。うん。ねえみんな、せっかくこうしてスポーツアトラクションパークに来たんだから、この6人でスポーツバトルやってみない？スポーツバトル？イエース！ 30 種類全部のスポーツで一番多く勝った人が優勝。チャンピオンには豪華商品をプレゼントよ。すごーい！本当にここのスポーツ全部できるの？やる！やるにゃ！勝負と聞いて挑戦しないわけにはいきませんね。リンさんと血が湧き立つような戦いを経た今、私の闘気は最高に熱くたぎっています。全部のスポーツに挑戦なんて大変そうすら。でも面白そう。やってみる価値はある。優勝商品ってマリが用意するの？一体何を持ってくるつもり？それを知りたければバトルに勝つしかないわね。わかったわ。勝ち上がって謎の優勝商品を手に入れてやろうじゃない。決まりね。もちろんマリーもチャンピオン目指して頑張るわ。スポーツアトラクションバトル、はあ、平均台対決怖かったずら。あんなの台じゃない、紐、いや糸。さあみんな集まって、ネクストバトルはロデオ対決よ。ロデオということは一番長く乗っていられた人が勝ちですね。激しい揺れにも耐え続ける忍耐力とバランス力が勝利の鍵になりそうです。機械とはいえ動物を乗りこなすということは、乗馬をやってるマリには有利な勝負になりそうね。そんなことないわ。生きた馬と機械の牛じゃ全然違うもの。さあバトルスタートよ。牛に乗るなんて初めてずら。手元のレバーを引くと動き出します。ゆっくり引きください。レバーを、おお動いた。面白いずら。意外とゆっくり。これなら何時間でも乗ってやれそう。軽々しく生き物に乗るのは危ないずら。
ルを想像以上に揺れますね。でもかなり乗れてたわよ、刹那。花丸ちゃん大丈夫？まだ目が回るずら。今のところ1位はエリさんの1分30秒。最後に乗るのはマリさん。オッケー、よろしくね、暴れ牛ちゃん。それ元気のいい子ね。マリーが乗っているのがそんなに嬉しいのかしら。もっともっと元気に暴れてくれていいのよ。正直物足りないくらいだわ。この程度じゃマリーのハートをワクワクバーニングさせるには程遠いわよ。さあもっともっとマリーのハートを揺らしてちょうだい。マリさんすごい、あんなに揺れてるのに全然体勢崩れてないにゃ。このくらいの揺れ可愛いものよ。ほら手を離したって全然余裕だもの。写真撮る？イエーイピース。マリ、手は離さない方が。ノー！マリさん、34秒。ということで、ロデオ対決はエリさんの勝ち。マリったら、そんなに何度もチャレンジしたら勝負にならないじゃない。だって乗馬で鍛え上げた体幹でチャレンジした結果がたったの34秒なんてかっこ悪すぎるじゃない。時間も半端だし。やっぱり有利だと思ってたんだ。経験、知識、環境、全てにおいて圧倒的有利を誇っていても必ず勝つとは限らないのが勝負というもの。受け入れて次に進みましょう、マリさん。うーん、悔しい。次はアーチェリーだにゃ。リン、これ自信あるよ。海ちゃんがやってるの見て覚えたもん。弓道とアーチェリーは違うわよ。そうなの？弓の構造や服装のほか、採点基準などいろいろ違いがあるそうですよ。アーチェリーということは的の中心に近いほど得点が高いことになる。つまり一番たくさん点を取った人が勝ち。その通り。的の真ん中が5ポイント、そこから外側に4、3、2、1ポイント。外れちゃったら0ポイントよ。矢は1人3本、ハイスコア狙ってファイトよ。おお、ルンルルンルン。最初はリンからだけど大丈夫かしら。弓道もそうですが、アーチェリーでも高い集中力や安定した精神力は重要です。今のリンさんは、興奮状態というわけではないと思いますが。違う競技でも弓を使って矢を飛ばすのは一緒にゃ。いくよー、てい。いきなり真ん中、5点ずらふふん、次も真ん中に当てるよ。狙って狙って。はい、くしゅ。リナが7点、暫定2位ね。意外と難しかった。リナちゃんボード、がっくり。3回とも的に当て
リン、2回目も3回目もくしゃみで全部外してたものね。次はせっちゃんだったわね。ん？せっちゃん、何してるの？そんな離れたところで。あなたのターンよ。聖者必中、曇りなき心で放つ矢に貫けぬものなし。いざ！え、何？一体どうしちゃったの？多分アニメのキャラクターになりきってる。今期なんだっけ、最推しのキャラクターが弓を使って戦うらしい。我が命を燃やし、暗き深淵に光明をもたらしたまえ、ダイヤモンドクリスタルアロー！あ？混合水晶の守護魔法をかけた矢でもまだ貫けぬとは。ならばこれでどうだ、走れ紅の閃光、ガーネットルビーアロー！なんか人が集まってきてる気がするんだけど、リンの気のせいかにゃ。気のせいじゃないぞら、マルも感じる。この階にいる人みんな集まってきてるぜら。これでとどめだ、希望の雷撃、レインボートルマリンアロー。声が大きすぎるわ、刹那。アーチェリーバトル、ウィナー、刹那勇気。おめでとう、刹那さん。すごいじゃ、3本全部真ん中に当たったじゃ。他のお客さんも拍手してくれて、すっごく盛り上がったにゃ。ありがとう。だが、この勝利は私の力だけで掴んだものではない。私を信じ、この弓を託してくれた友の思いが、私に限界を超える力をくれたのだ。刹那、そろそろ戻ってきなさい。いよいよ次が最後の勝負。そしてスポーツアトラクションバトルのチャンピオンが決定するわ。ちょっと確認したいことがある。どうしたんですか？現時点でのそれぞれの勝利数、エリさんとリンちゃんが6勝でトップ、マリさんとセツナさんが5勝、花丸ちゃんが4勝、私が3勝っていう状況だけど、もし次の勝負でエリさんとリンちゃん以外が勝ったらどうなるの？そうすら、マリちゃんやセツナさんが勝ったらエリさんやリンちゃんと同点、マルとリナちゃんは勝っても優勝できないすら。じゃあこうするのはどう？次の勝負で勝った人は4勝分ゲットとか。これなら一発逆転ができるんじゃないかしら。さすがエリね。ラストバトルはこのスペシャルルールでいきましょう。勝てるかもしれない、頑張るリナちゃんボード。うん、やった、希望が見えたじゃ。4勝分加算されるなら同点になることもない。次で本当に勝負が決まりますね。それでそれで、最後の勝負、何やるの？ファイナルバトルはポケバイ対決よ。みんな、準備 OK？ 牛も初めてだったけど、バイクに乗るのも初めてずら。小さくて可愛いですね。そうね、
乗ると思ってた以上に小さいわ。いつかもっと大きいバイクを運転するときのための予行練習にゃ。ポケバイバトルもルールは簡単。コースを3周して1位でゴールした人がウィナー、そしてチャンピオンよ。泣いても笑ってもこれが最後。ファイナルバトル、レディーゴー。それ、うお、エリさんいきなりすごい加速。逃げ切るつもりね。勝負は最後が一番肝心なのよ。最後だからこそ今までよりも何が起こるかわからない。わからないからこそ起こる前に勝負をつけるわ。このポケバイバトルでならそれができる。そういう戦法だってありでしょ。悪いわねみんな。1位は、優勝は私のものよ。にゃー、リンだって負けないにゃ。待てー、エリちゃん。一発逆転、豪華商品、丸だって欲しいずら。おっとっとっと、花丸さん、そんなにフラフラして大丈夫ですか？大丈夫ずら。これでも小さい頃は三輪車乗るの上手って褒められたから。いや、これ三輪車じゃないですから。って言ってるそばからコースアウトしそうになってますけど。追い抜く時はトラックの内側を走るって体育の授業で。ああ、ちょっと待って、こっち来ないでください。ああ、あらら、二人仲良くコースアウト。慌てずゆっくり戻ってきてね。なんかすごい声が聞こえたけど何かあったのかにゃ。はーい、リン。マリさん、にゃー、追いつかれちゃうにゃ。そんなに急いで逃げなくてもいいじゃない。寂しいわ。のんびり二人でレースを楽しみましょう。のんびりしながらレースなんてできないにゃ。次のカーブで一気に振り切る。やっぱりそうなるわよね。あー、あんなところにキュートな黒縁にゃんこが。にゃんこどこ？猫さんどこにゃ。猫さん。ソーリー、リン、勝利のためには心を鬼にして友を欺く覚悟も必要ってことで、バーイ。エリーチカ、来ると思ってたわ。あら、ほんと？待っててくれたのね、嬉しいわ。もうこのレースには私とあなたの二人だけ。このまま行けばワンツーフィニッシュね。ツーでゴールしてくれるつもりなんてないんでしょ。そんなことないわ。エリのためなら2ゴールでも全然オッケーよ。ところで、あなたこの前ダンスの練習の時に転んでしばらくへっぴり腰だったらしいじゃない。ひょこひょこ歩きしかできなくて大変だったんですって。そうよ、よく知ってるわね。恥ずかしいわよね。慌てるのもよくわか。え？そうそう、私もね、話したいことがあるの。昨日カナンが面白い写真を送ってくれたのよ。あなたの写真だったんだけど。私の写真？カナンが？見た瞬間、私、笑いが止まらなくなっちゃって。あんな写真が撮れるなんて、さすが幼馴染ね。え？
リがこんなに大笑いするなんて、カナンたら一体何の写真を。まさかメンチカツと間違えて納豆コロッケを食べちゃった時の写真？それとも寝起きでむくんだ顔にシーツの跡がついちゃってる時の？ああ、それもあったかもしれないわね。それも？そうだ、この勝負が終わったらリンたちにも見せてあげましょう。あんなに面白い写真、私だけ見るのはもったいないわ。ちょっと待って。ん？誰か来る？リンかしら？それともセンちゃんと花丸が戻って？違う、私。リラ？最下位の意地を見せるとき、一番は私が取る。リナちゃんブースター、マキシマムアクセラレーション。スポーツアトラクションバトル、チャンピオンはリナ天童寺。おめでとう、リナちゃん。見事な逆転劇、感動しました。みんなありがとう、リナちゃんボード、にっこりん。それにしても最後のあれは何だったの？あの爆発的な加速、ポケバイってあんなに速度が出るものなの？この施設のポケバイでは無理。あれは万が一の事態に備えて持ってきた推進力増強装置、リナちゃんブースターを使ったからできたこと。なんですって？そういえばリナちゃん、途中でポケバイに何か取り付けてたよね。もしかしてあれがそのブースターだったの？ずるーい、そんなのつけてたら勝てるに決まってるにゃん。道具を使っちゃダメとは言われてない。にゃん。じゃあ次はリンのポケバイにもつけるにゃん。まさに備えあれば憂いなし、さすがです、リナさん。一体どんな時代に備えていたのよ。まさかポケバイ対決を予期していたっていうの？さあ、みんな気になる優勝商品を発表するわ。チャンピオンリナに贈る豪華優勝商品はホテルオハラ一泊二日おもてなしチケット。おー！ホテルオハラってマリさんのお家で高級ホテルの？すごいにゃー、本当に豪華だにゃー。本当にちゃんと考えていたのね。実は出任せなんじゃないかって今の今までちょっぴり思ってたんだけど。エリったらひどい。マリーはいつだって本当のことしか言いません。猫さんがいるって嘘ついたにゃ。あれはバトルに勝つためやむなくついた嘘。分かってちょうだい、私だってつらかったのよ。その割には楽しそうに追いかけていましたよね。優勝商品がマリちゃんのお家に泊まれるけということは、マリちゃんが優勝したらどうなってたずら？その時はみんなに一つずつマリーのお願いを聞いてもらうつもりでいたわ。世界三大珍味ビュッフェに行こうとか、ラスベガスで夜景を見ようとか。ホテルもいいけど、私はマリさんの部屋に泊まってみたい。私の部屋？うん、お客さんとしてじゃなくて、その友達としてお泊まりに行かせてほしい。
いっぱいお話ししたい。みんな、オーライ、わかったわ。うちでお泊まり会しましょう。一泊と言わずに何泊でもしていって。学校があるから一泊が精一杯だと思うけど、嬉しい。ありがとう。いつ来る？来週？いえ、もう今日よ。この後うちに行きましょう。ヘビを呼べば淡島までひとっ飛びよ。ちょっと、それはいくらなんでも急すぎるでしょ。何も準備してないんだから。必要なものは向こうで調達すればいいわ。そうだわ、みんなも一緒に行きましょう。私たちもですか？みんなとお泊まり絶対楽しい。りなちゃんモードワクワク。決まりね。今夜はみんなでお泊まりパーティーよ。ちょっと話を聞きなさい。二人と